こんばんは。バツイチ生活系 YouTuber の萩です。今日はね、寒くてね、寒い時にね、食べたいものって言ったら何かなって考えたんですよ。萩さん、浮かびました。残湯豆腐。今日はね、これを作っていきたいと思います。じゃあ材料が揃いました。人参とね、ネギとね、もちろん豆腐ですよ、豆腐ね。豆腐とあと、えのき、ちょっとこれね、萩さん好きなんでね。で、この辺にあるやつがね、だしというか漬け汁みたいなのにしようかなと思いますので、じゃあ早速ちょっとちょちょっと切っていきましょう。で、鍋の中にですね、昆布で出汁を取りたいなと思いますんでね、これ火かけて、沸騰する前にこれを引き上げてやりますんで、その間に材料を切っていきましょう。ね、言われてたのは、えのきと一緒にね、入れた方が美味しいよなんていうのは聞いた時ありますんでね。ちょっと石突きのとこ少し取り除いて、男の人用になんで、別にこれもね、先にちょこちょこっと入れて、えのき入れたらね、出汁が出るってなんか言ってました ね。どうなんだろうっていうのはあるんですけど、いつもそうやってるんでね、ちゃっちゃっちゃっと入れましょうね。一人で全部食べるもんではないので、少しは、これ後でにします。はい、じゃあ人参さんね、でね、萩さんね、あんまり皮むいたりとかめんどくさいんでしません。もうちょっと入れてもいいけどね、少しね。これ全然見えないね。ごめんなさいね、手元がね。今回ちょっと場所的に失敗したかもしれない。こういう感じで、人参を切っていきます。じゃあ入れておこうかね。その方がね、美味しく食べられると思うから。それで、重要なポイントが一つ。萩さんね、これ温めて入れるのが好きなんですよ。だですね。これね、正直全部目分量っていうか適当です。だしとポン酢とね、ポン酢入れて、醤油、醤油入れます。で、今日はこっちの生姜つぶるのね、使います。ちょこっと入れてね。で、かぼすなんかちょこっとさ、ね、シャシャっと入れて。これ余ってたんですよね、かぼすはね。それなんでね、入れようかなと思います。この中にね、ごめんなさい、傘を回すため、これじゃね、ちょっと崩れちゃうんでね。入れて沸騰させようかななんて思ってます。汚いね、これも入れちゃう。最後ね、関係ないもんね、入れちゃう。入れます。それで豆腐ね、洗ったりとかしますからね。今日はポジショニングが難しい、非常に難しい。私の背中しか見えてなかったらごめんなさいね。でも実際男の一人料理なんでね、こんなもんでいいっしょ。ね、だけど質を上げるとか言いながら、こういう結論に達してるっていうのは、なかなかその萩さんのね、まだまだ弱いところですよ。しっかり料理を作って、ご飯を食べる。そしてね、美味しいご飯を食べたら、次の日はまた仕事に頑張るっていう、これのね、サイクルはね、変えたくはないなと思っておりますんでね、ずんずんずんと。
そしてですね、あれ、かつお節、かつお節をね、中に入れるよりかは、この、だしっていうわけではなくて、こっちに入れちゃいます、萩さん。ほんとね、かつおのこの泡立った時のいい香りがね、上がってくるんですよ。他に落ちたのはご愛嬌。ね。そう。で、これでまあ少し沸騰をね、する、ちょっとするまで待ちます。ね。はい、残念。なぜか知らないですけどね、これこの鍋の中に入れてやるっていうのは、私もね、父親がやってたんですよ。昔子供の時、その記憶をたどってですね、今やっております。何回か自分でももちろん作った時はあるんですけど、なんで入れてたのかは正直わからないですハギさんのお父さんがねやってたんですよ。ちょっと待ってくださいね。あ、そうだ、あと七味でも入れても美味しいよな、これな。七味を入れてね、じゃんずんずんと、もうなんか薬味だらけみたいな感じですけど、まあね、でも寒い時は湯豆腐に限りますよね。これはね、やっぱりね、ちょっともういいから、そろそろね、沸騰する前に昆布をあげるので、もうちょっとか、ジュージュー言ってますけどどうですか、ね、こういうような料理、いいよね。でもね、素朴、これが一番でしたけど、いいね、アイサイながら、で、塩一つまみ入れてください、ね、これはね、酢が入るのを防ぐからなので、はい、で、豆腐入れましょう。もうズンズンズンと入れちゃいますよ。あ、もうこちょっとまあいいでしょうかね。ね。で、あとは全体に火が入ればおしまい。で、ネギ入れましょうか。ね。昔はね、ネギさ、あ、これ下切ってね。いや、ちょこちょこやってたんですけどね、飛び散るってあるの分かりましてですね。あきさん結構キッチンバサミね、こうやって入れちゃいます。のがね、確実に出られるっていうのがありますんでね。よし、じゃあほぼほぼこれ完成しますので、食事のところに行きましょうかね。これだと湯だったら食べられます。じゃあ食べるところにレッツゴー。はい、じゃあ湯豆腐できました。素晴らしいです。暑いからちょっと今日は持てない。じゃあ初めに乾杯ね。いつものうまいコップ、うまいって書いてあります。これ実は昔作りました、うまいコップ、ガラス屋さんでね、これ削って絵を描いてっていうのがあるんですけど、この絵のところだけじゃなくて、萩さんうまいって書いたんです、昔ね。もう14年ぐらい前ですかね、から使ってるうまいコップ、よく割れずに残ってますよ。ありがたい、ありがたい、ね、これさ、まあ2回か3回に分けてやるので、とりあえずはまずいただきましょう。さあ、で、じゃあ初めの豆腐いきますよ。いいんだね、中に入れて、ネギたっぷり入れました、たっぷり、やっぱ生姜とネギとね、この時期はね、なんせ風邪をひくわけにはいかないですからね。いただきます。あったまる、だ
しがいいね、日本人はね、やっぱりなしだよ。うん、豆腐が美味しい、うん、大したもの入れてないんですよね。だけどさ、うん、非常に美味しいです。ズレなしですよね。うまい。やっぱり鍋のね、えのきはいい。おいしい。あったまる。体が冷えてね。一人だとね、余計冷えるんよ。うん。じゃあお待ちかね、乾杯。うまい、うまいですね。お仕事の後、今日萩さん嬉しいことが一つあります。実は今日コピー機が一個売れました。まあ実際はあの営業さんがね頑張ってくれたっていうのもあるんですけど、まあ、あのいつも行ってるお客様からですねご紹介をいただきまして、営業さんがね先週ぐらいからかな行って、まあ、あの萩さんも一緒に行ってやっぱりね使ってもらってすごく便利になりますよ、もちろん金額安くなりますよとかってお話もさせていただいたんですけど、やはりね、あのお客様からご紹介いただくっていうのがですね、まあ、よく、まあ、よくよくある話だとは思うんですけど、やっぱりねあの今まで萩さんが、ね、コピー機を直しているでお客様でいろいろ話をして、あそこでこんなのあったよねっていう話をいただくっていうのはありがたい話なんですよ。やっぱり自分のことを認められてるっていうのがですねすごく感じて、やっぱりもともと使ってるお客様があの機械が古くなって新しくしましょうって時に買ってくれてるっていうのも、やはりあの萩さんとかこういう、ね、コピー機を直す人たちにとっては、あ今まで何年とのお付き合いする中でまた買ってくれる、またあのお付き合いが続く、縁がご縁が続くっていう気持ちで非常に嬉しい。です。営業さんもね、あの成績出した方が嬉しい、数字がどんどん上がってくっていうのは嬉しいかと思うんですけど、あの対お客様とのお付き合い、やっぱり信用されないとね、コピー機も買っていただかない、ね、機械がいいっていうのももちろんそうなんです。それはみんなが一生懸命作ってる、ね、機械ですからね。ですけどそれをいかに使ってて故障がなくね、問題もなく使っていただくか、便利に使っていただくかっていうのは、やはり普段お客様に接しているサービスマンのね心持ち一つで変わるかと思うんですよ。これが新しいお客様を紹介いただくっていう、まあ、何かのね本に書いてありましたけど、まあ、紹介をいただくっていうのはやっぱり限界があるっていう、どこかの形でやり方を変えないとまずいよねっていうのは見た時とかあるんですけど、でもやはりですねそんなに大量に売れるものっていうわけでもなくて、あまり皆さん意識してないんですけど、学校だとか会社、コンビニ、コピー機って必ずあるんですよね。だけど皆さん普通に取ってるのが当たり前でも、誰かが買って誰かが直してるなんてあまり思わない、商品身近ではない、この身近なんだけど意識が働かない商品なんですよ。そうなった時にじゃあ誰から買うかとかっていうのが一番重要になってくるんですよね。あんまり会社メーカーによって違いが少ない、出しづらいっていうのもありますし、この世の中いいもので溢れてます。でもやっぱり誰から買っていただくかっていうのがすごくね重要かななんて思ってます。
まあ、会社をね、経営なさってる人なんかにすればそういうこと言ったってちげえよなんて言うかもしれないですけど、現場で対お客様と接してやってると、やっぱりそれで、ああいい商品だねって、あこういう使い方あるんだねなんて、ね、こちらが提案してお客様が思ってくれるなんて非常に気持ちいいですね。だから仕事続けようとか思いますよ。また例のごとくぼやきながら行儀を悪い形で食べておりますけど、やっぱりねお客様と接する中で、まあ悪い嫌なことっていうのすげえありますよ、それは、うん、まあ仕事だからっていうのをで我慢するっていうのももちろんあるんですけど、でもやっぱりそれを超えたところでなんかお客さんの方にそれは何で怒ってるのかっていうのが感じ取れて、それが解決できたら嬉しいです、うん、本当に。それであの時はお前こうだったけどなって言う人もいますよ。なんで初め収めた時調子悪くってななんてね。でもまた萩さんに騙されたと思って買うわなんて言われちゃったらもうテンション上げ上げです。まあこんな話ね、いろんなところであると思うんですよ。皆さん仕事していく中で感じることっていうのはかなりあるかと思うんです。当たり前のことだと思う。それでみんなが一台出したりだとか会社の業績が良くなったりだとかっていう、そのお客様からありがとうっていう声のね積み重ねだと思ってるんですよね、萩さんは。やっぱり物を通じて人と、そこに使う人がいる、その人とどうお付き合いをするのかって、1コピーのね直す人ですけど、すごくそれは萩さん強く思ってますよ。もちろんね、他が安いからって買う人もいますよ、すごくいますよ。それはだって安いっていうのも一つ のメリットですからね。いくらサービスよくたってお前高いんだからなんなんていうのもありますからね。でも高い安い以外にやはりそうじゃなくて、もうなんだろう、そこに注文書置いとくから後で好きにしといてっていうお客さんもいるんですよ。考えられます？物買うときに、萩さんのいいねでいいから、真っ白い注文書にハンコとか置いてあるんですよ、ね、それ萩さん押して自分で書いて、じゃあこれでやっときますね。だって皆さん物買うときって金目お金見るでしょ。ああ取れる安いどうかなどうかな比べたりだとか、じゃあこういう A っていう会社のもの、 B っていう会社のもの、同じ用途なんだけどどっちがいいんだろうっていろいろ比べますけど、まあ本当にスッと話が進むときなんか、あもうそれでいいよって、うん、萩さんがいいやつでいいよっていうような感じになっちゃうんですよ。ありえないでしょ。まあね、それが昭和のやり方だみたいなことを言う人ももちろんいますよ。うん。そんなんじゃ全然なんか会社大きくなれないよとか、うん、それはあることだと思います。今はアマゾンで何だって買えるんですよ。ネットでねコピー買おうと思えば買えると思います。正直言って買ってやれやって、やってていいと思います。全然いいと思います。だけど全部じゃないじゃないですか。すべてのコピー機を入れるときにそういうような形でネットだけで皆さん買ってるっていうわけじゃなくて、結局どっかのメーカーの営業マンが悩んで苦しんでお客様と話して時代決めていただくっていう、それを繰り返してるんですよ、ずっと。中にはね電話でアポイント取るとかもいるかと思います。でもそれで決めて買うのはお客様ですからね。
でも私らなんかは営業とまたちょっと違ったね、あの感じでお客様に気持ちよく使っていただくっていうのがやっぱり心の一番根っこのところにありつつ、いつも修理をしたりだとか、壊れる前に何か見てあげたりだとかっていう、そういう地道なところを、あの、1回や2回じゃお客様の信用は得られないと思ってます。何回も何回もやって、やっとお客様にやね認められて、でその感じるっていうのは、また私から買ってくれた時は一番それを感じますよ。あ、このお客様はあのハイさん自分のものになったなって、じゃあもっと良くしてあげよう、困ってることは助けてあげようって、それはね強く感じます。どんな商品でもそう、今使ってる箸とかコップだって誰かのために役に立つと思って作ってるんですからね。それはやっぱり長くある程度やっていく中で萩さんは思ったことです。じゃあ今日はね、あの続きまで全部食べようと思うんですけど、さすがに長すぎちゃうから一体今日はここで終わりにしたいと思います。あとはあの萩さん全部これ食べますんでね、かまかまで片付けます。今度はね、あのこの前作ったあの麻婆豆腐あるじゃないですか、あの中華鍋っていうのもあれ15年前から使ってるんですよ。初めて一人暮らししたのは25の時なんで、そこから今までずっと使ってるんですよ。それのお掃除の仕方っていうのをちょっとお伝えしようかなと思います。鍋15年っすよ、まあ毎日もちろん使ってるわけではないんですけど、比較的使用頻度は高いです。どういうふうにやってるのか、ちょっとそれを見ていただければなと思いますので、まあ、今日はこの後、この後全部食べてお腹いっぱいにして寝ようかと思いますので、まだハギチャンネル見ていただくと嬉しいです。チャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。